私の名前はなるみ。戸建てに住む一児の母です。私は小さい頃から変な人に絡まれやすい体質で、そのせいか思ったことはすぐに言うサバサバとした性格になりました。私のママ友にあきこさんって人がいるんだけど、その人は何かとお金にがめついんだよね。確か5人兄弟なんだけど、末っ子のさなちゃんは私の家の近くに住んでいて、さなちゃんと私は仲良し。あきこさんとはあんまり関わることはなかったんだけど、そんな彼女から LINE が。やっと言ったわ、うちの父親。マジで最後までずぶとく粘りやがって。自分のお父さんが亡くなったのにその言い方はないわ。不謹慎。だってしょうがないじゃん。あの頑固親父、さっさと行けばよかったのに。子供たちのことが気がかりだとか言って、私たちのことが心配なら早く遺産ちょうだいって感じだよね。本当に最低。自分の家族が亡くなったのにお金のことしか考えてないの。お金以外のことも考えてるよ。葬儀のこととか、まあめんどくさいから末っ子のサナに全部任せたけど。またそうやって全部サナちゃん任せにして。末っ子なんだからそれぐらい頑張ってもらわないと。よく考えてみて。長女は一番お父さんお母さんと一緒にいる時間が長いでしょ。それはそうだけど。ってことは一番お父さんとお母さんの面倒を見ているのは私、つまり私が一番頑張ったってことになるでしょ。なら最後の面倒ぐらいサナが見てあげないと。それで言えばお父さんお母さんも一番あなたのことを面倒を見たって話になるけど。とにかく全部葬儀のこととかはあの子に任せてるの。私は興味ないし、めんどくさいこと嫌いだし、暇人じゃないんだよね、サナと違って。いつもそんなこと言いながら、お父さんの世話はサナちゃん任せ。別に近くに住んでるんだからいいじゃない。一番近い人が助ければいいのよ。あなただって車で10分ぐらいしか変わらないところに住んでるでしょ。距離で言えばほとんど違いはないと思うけど。無理無理、私介護なんて無理。だってさ、おしめ変えてあげたり体拭いてあげたりするんでしょ。あとはご飯作ってあげたり食べさせてあげたり。私そんな家政婦みたいなことできないから。本格的なところはヘルパーさんとかがしてくれてたみたいだけど、お金はあまり使わないようにってサナちゃんができるところはしてたみたいだよ。あなたのお父さんは病気でほぼ動けなかったからね。別にいいじゃん、趣味みたいなもんでしょ。自分の善意でやってるんだから好きにさせればいいのよ。お父さんのことを思って一番支えてあげてたのはサナちゃん。かわいそう、遺産は1円ももらえないのに。え、実はね、お父さんが亡くなる前言ってたの、遺産のことは長女である私に全部任せるって。もちろん遺書にもそのことは書いてるから心配するなって言ってくれて。それは本当なの？うん、だから私が好きに遺産を使っていいんだって。その話をみんなにしたらいきなりペコペコし始めて。サナちゃん以外は結構お金にがめついらしいもんね。そうなのよ、あいつら本当にお金に目がないの。あなたもね。まあなんて言ってくれてもいいわよ。お父さんの莫大な遺産は私のものになったんだもん。すごいわよ、結構な金額になるって言うじゃない。それを知ってるから妹と弟がペコペコし始めて、私のご機嫌取り。めちゃくちゃいい気分だわ。お父さんの体調が悪いって知ってからはお金使いまくったし。お金使いまくったって、それ旦那さんのお金でしょ。あきこさん確かパートクビになったみたいな話してたよね。そうだよ、だけど別にいいじゃん、遺産でちゃら、なんならプラスになるんだもん。だからね、私今本当にハッピーなの。その話が本当ならサナちゃんはあんなにお父さんの介護を頑張ったのに1円ももらえないってこと。そういうことになるね。あんなに頑張ってお父さんに尽くしていたのにあんまりよ。アホだよね、私に遺産を全部あげるってこと知らないからせっせと媚び売ってさ。サナちゃんはそんな子じゃないよ。遺産のこととかお金のことは何も考えてなかった。お父さんのことだけを考えて本当に献身的に頑張ってた。じゃあ別に遺産もらえなくてもいいじゃん。もちろん私がとやかく言うことではないけど、あなたみたいな人のところに莫大な遺産が行くって聞くとどうしても気分が悪い。別にいいじゃん、楽してお金を稼げるならそれが一番いいんだから。私は今回運が良かったってだけ。まあなるみさんからしたら何もせずに旦那のお金で生きて豪遊してる私が気に食わないんでしょうけど、残念だったわね。私は幸せになるわよ。そりゃお金のことであんだけママ友や旦那さんのことを苦しめてるんだから、いい気持ちになるわけないでしょう。
別に苦しめてないもん。夫婦の共有財産なんだから私が使ったっていいでしょ。別に問題ないと思うけど。他にもママ友との食事会に来てお金を払わなかったり、立て替えておいてと言って後から払うことがなかったり。私昔のことは忘れちゃう性格なんだよね。そんな細かいこといちいち覚えてられないもん。とにかくサナには1円もあげないから、年功序列で行くつもり。まあ私が口出すとこではないから。お葬式には参加してね。じゃあね。サナとアキコのライン。お姉ちゃんどこにいるの？お葬式のこととかでちょっと打ち合わせが。それは全部あんたに任せるって言ったでしょ。そんなこと言わずに一緒に準備手伝ってほしいの。お父さんと最後のお別れの舞台だよ。だからそういうのいいって。あんたは介護して見とったからいろいろ思い入れがあるのかもしれないけど、私は別に何もないから。ひどいよお姉ちゃん。体調が悪くなってもういよいよかもって時連絡しても返事来ないし、お父さんの死に目にも会えず。しょうがないでしょ。だって私その時ホストの若いお兄ちゃんと遊んでたの。そんな夜に電話されたって急に動けるわけじゃないのよ。ホスト？家族のこととかが忙しいのかと思ってたのに、まさか遊んでたなんて。言っとくけど遺産はあんたには1円もあげないよ。そんな話私してないじゃん。あんたには絶対に1円もあげないから。あんたは知らなかったかもしれないけど、お父さんがね、私に遺産を全部任せるって言ってくれてた。だから私のために動く妹と弟には多めにあげる。でもあんたはダメよ、末っ子だし。別に私はお金なんかいらない。いつも末っ子の私をバカにして。そうよ、あんたはダメダメ子ちゃんなの。お年玉を考えてみなさいよ。一番年齢高い人の方がお金多いでしょ。それと一緒でサナには絶対。だから私はそんな話をしてるんじゃない。は？何怒ってんの。私はお金のことを話したいんじゃなくて、お父さんの最後をどんな風にしたいかを。だからそんなこだわりないから好きにやっちゃって。みんないつもそうやってお父さんのことないがしろにして。お姉ちゃんやお兄ちゃんにも連絡したけど、みんな同じような反応だし、俺たちは忙しいんだ、私たちは忙しいんだってばかり。あんたと違って暇人じゃないのよ。私だって別に暇じゃないよ。私にだって家庭があって、それなりに。そんなのあんたが好きでやったことでしょ。私たちに強要しないで。だから私はお父さんの世話は強要してないじゃん。私が言ってるのはお葬式を。ああはいはい、ちょっと私忙しいからまたね。あ、お姉ちゃん。それじゃあまたお葬式で。3日後。さてと、通夜とお葬式終わって遺産相続の時間よ。終わってすぐお金の話って。実はこの後みんなで集まって遺産のことについて話し合うことになってるの。だから今日お父さんの遺言を読むの。私すごく楽しみにしてたんだから。お葬式と通夜の間お金の話してないのを偉いって言うべきなのか。すごく楽しみにしてたからね、片手間に済ませたくなかったの。今日私はゆっくりと話し合って誰にいくらあげるかを決めないと。それを私に報告してこないでよ。かわいそうだと思ったのよ、サナのこと。多分なるみさんに泣きついてくると思うから、保護者的な立ち位置で慰めてあげて。その時私たちは美味しい高い食事でも食べるから。お姉ちゃん、なるみさんに迷惑かけるのはやめて。わざわざそんな LINE しなくてもいいでしょ。あんた、なるみさんと仲いいんでしょ？慰めてもらいなさいよ。遺産は1円もあげないんだからね。だからそんなのいらないって言ってるでしょ？もう相手にするのはやめよう、サナちゃん。なんかこの人と話しても虚しくなるだけだよ。そうですね。いくら言ってもお兄ちゃんお姉ちゃんの意見は変わらないみたいです。いつまでもお金の話ばかりして、この話が終わったら家族みんなと縁を切ろうと思います。あっそ、切れば？お母さんも病気で亡くなってお父さんも亡くなった。私たち姉妹と縁を切って困るのはあんたよ。困らないから大丈夫だよ。だってあなたの子供病気なんでしょ。命に関わる病気ではないけど、手術しないと今後普通の生活を送るのは厳しいって言ってたじゃん。お姉ちゃんたちには関係ないから。残念だったわね。遺産があれば手術受けられたかもしれないのに。ちょっとやめなよ。ごめんごめん、遺産がもらえない可愛い末っ子ちゃんに意地悪言っちゃった。
必死に介護したのに1円ももらえないなんて哀れねえ。遺産は全部私にだって。え、何これ、遺言書に書いてあるお父さんは全部私にって。ちょっと見せなさい。あきこさんが言ってた話と全然違うね。遺言書には何て書いてあるの。何これ、あきこに遺産をやるって言ったのは嘘だ。そう言わないと死ぬまで俺のところにお金をよこせって言ってくるからな。ははははは。最後のジョークだったわけで、遺産は全部さなに。ちゃんとした手続きして書類も全部揃ってる。お父さん、こんなのいつ準備したの。そっか、やっぱりお父さんも分かってたんだね。お金のことしか考えてない子供たちの中、さなちゃんだけはお父さんを大切にしてたこと。お父さん、私はお金なんて別に良かったの。最後の時まで一緒にいれて、それだけで。何感動的な雰囲気になってんの。ねえ、お金私にもくれるのよね。何言ってんのよ、縁切るんでしょ。違う、それは。その遺言書、大切に持っておくんだよ。何しだすか分かんないからね、この人たち。はい。ちょっとそれをよこしなさい。ゆりとひまわりとあきこのライン。遺言書を燃やしたところで無駄ですよ。そうですよ、そんなことしたって事実は変わりません。ゆりさん、ひまわりさん、他人は首を突っ込まないで。他人であるなるみさんにペラペラと遺産もらえると話したのは誰ですか。私たちにも言ってましたよね、お金が入ったらあんたたちとは違う存在だからとか。なんでこんなことになるの。私に全額くれるって言ってたのに。こんなのおかしいじゃない。こんなのダメよ、向こうよ向こう。何を言っているんですか。ちゃんとした手続きで書かれた遺言書です。ちゃんと原本も残っています。だから捨てたり破いたりしても一緒ですよ。なんでなんでなんで、私は長女なのよ。なんで末っ子のあいつが全部もらうの。手前たちも文句言ってるし、ここ最近私に尽くしてきてやったのに何なんだって。そりゃそうですよ、遺産が欲しければ私の言うことを聞けと言ってこき使っていたじゃないですか。まあ遺産目当てで動くあなたの兄弟も問題ですけど。まったく本当に薄情な人たちですね。お金のことしか考えていないとか、そんなのダメですよ。そんなこと言われたってどうすんのよ。私お金使い込んじゃったよ。旦那になんて言えばいいのよ。正直に言えばいいじゃないですか。遺産目当てで豪遊しました、遺産がもらえないので支払いができませんと。そんなの言えるわけないでしょ。そういうことですよ、そんな人に言えないようなことをしたからこうなったってわけです。あのお金はどうにかして私がもらうわ。どうせお願いしたらあいつくれるはずよ。ダメですよ、あのお金はお子さんの手術費用として使うんですから。それでもお金は余るでしょ。お父さんの遺産はすごい額だったもん。あなたには1円たりとも渡しません、この私が。なんであんたが首突っ込むのよ。私はなるみさんのことが大好きなんです。は？なるみさんのことが好きすぎて、なるみさんのことは24時間365日見てるし、なるみさんに関わった人のことも同様に確認して過去まで調べ上げてるんですよ。それと今回の話が。なるみさんが悲しんでいるんです。サナさんのお子さんのことや、お父様が亡くなってとても悲しんでいること。人の死だけはなかったことにするということが現状はできません。なので悲しむ彼女を見ていることしかできないんですよ、なるみさんは。今現状はってつけることによって今後はどうにかなりそうなのが有利なんだよね。いつか人が死なないような薬開発しそうだもんね。私はあまりそういうのは好きではないんです。いろんな薬作ってるのに。人や植物や動物、みんな最後に終わりがあるから輝くんです。終わりがあるからこそ、終わるまでの過程をすごく輝いた素晴らしいものにできる、素晴らしいものにするためにあがくことができる。それが私たちです。なんか哲学的なこと言ってる。なるみさんと離れるの嫌とか、私と離れるの嫌って言いそうなのに。なるみさんや旦那、子供のことは来世でも必ず見つけ出しますから。多分一番最初に見つけるのは私のことだね。このポジティブが。そんなふざけた話はどうでもいいの。私のお金、お金お金お金、私のお金だもん。絶対あげないんだから。あなたたちは本当にうるさいですね。お金のことしか考えていない最低級で。めんどくさいのでちゃんぽんしましょう。ちゃんぽんって何の話？長崎ちゃんぽん？絶対違うでしょ。
あなたたちの内臓をちゃんぽんするんです。内臓トレードゲーム。あなたたちの内臓を好き勝手いじくり回します。あなたの肺を、妹さんの肺に、あなたの肝臓を、弟さんの肝臓に。自分の臓器を全部揃えた人の勝ちです。どうやって揃えるの？そもそもそんなことできないでしょ。有利だったらできちゃうんですよ。ルールは簡単です。この人のここと私のここを交換しますと誰かが言えば交換が可能です。正解か不正解かはその時には教えません。それってつまり何度も何度も手術を受けるってこと？でも今現状誰の内臓がどうなってるか分かんないわけでしょ。それをどうやって揃えろっていうのよ。無理ゲーってことですね。そんなの不公平じゃない。もし全部の内臓を揃えることができれば棺桶に入れて土葬してあげます。なんて優しいんでしょう私は。どっちにしても確実に天に召されるじゃない。土地狂ってやがる。でも手術したら痛いですし副反応とかもあるじゃないですか。だから早く揃えた方が楽だってことですよ。最低限の麻酔しか使いませんので手術はほどほどに。私も来世では旦那と子供となるみさんとゆりのこと絶対見つけるんだからね。あなたの強運がそうさせそうで怖いです。その後遺産はすべてサナさんのものになった。最初は彼女お金なんかいらないって言ってたんだけど、醜く争うお兄ちゃんお姉ちゃんにお金がいくくらいならと全部相続。おかげでお子さんの手術もできて今は元気に生活している。遺産は結構な額だったみたいで、遺産の一部を犬猫を保護しているシェルターに寄付したり、介護施設や児童施設に寄付したみたい。それ以外のお金は大切に大切に使っているって言ってたよ。使ってるって言ってもほとんど手をつけてないみたいだけど、何かあった時のため、将来のお子さんのため、そして何よりお父さんからもらった大切なものだから大事にしてる。彼女の思いが報われたようで私も嬉しい。アキコさんと残りの姉妹たちはユリに連れて行かれて内臓ちゃんぽん。内臓を交換しなければいいと思うでしょ。でも一定期間誰も交換しなかったらランダムで選ばれるの。それが嫌だからって押し付け合ってるとかなんとか、まったくどこまでも意地汚い人たちだね。このゲームはいつものごとく配信されて、使い込んだお金はアキコさんの旦那さんの元に返金されて一安心。私の名前は水木。子供二人と猫のニャニャマルを育てている普通の兼業主婦だよ。私は今下の子を出産したばかり。周りに助けてもらいながら赤ちゃんを育てているんだ。今回は私が第二子を妊娠するより前の話。まだバリバリ働いていた時のことなんだけど、ある日、専業主婦の千恵さんというママさんから連絡が来たんだよ。水木さんこんばんは。今日千秋ちゃんがつけてた髪飾り、あれってどこで買ったんですか？すごく可愛いですよね。シンプルだけどレースとかがついてて、ちょっと凝ってる感じで。もしかしてハンドメイドですか？ちえさんこんばんは。あれは娘の手作りなんだよね。あーやっぱり娘さんの手作りなんですね。共働きだし、水木さん作れないでしょ？共働き関係なく、私は不器用だしセンスがないよ。でも共働きって大変そうですね。貧乏暇なしってやつですか？あ、ごめんなさい。つい本音が出ちゃった。はぁ、用事はそれだけ？千秋ちゃんの髪飾りを売ってほしいなって。子供が作ったんだし、1個10円くらいでいいですよね。だいたい100個くらい売ってほしいんです。千恵さん、頭大丈夫？わかります。すごくいいアイデアすぎてびっくりしちゃいましたよね。自分でも天才かなって思っちゃいました。千秋ちゃんに作ってもらった髪飾りをフリマアプリで売るんです。これも立派なビジネスですよね。ますます頭大丈夫。ビジネスがやりたいなら自分でやってね。あ、もしかして怖いんですか？頭の中に何が詰まっているのかを考えるとちょっと怖いけど。何が？ますます私との差が開いちゃいますよね。やっぱり私ってばできる専業主婦って感じ。まさにキラキラママって感じがしません？ごめんね。水木さんは共働きでせこせこ働かなきゃいけないのに、専業主婦で幸せな私がビジネスでさらにお金稼いじゃって。
とりあえずうちは巻き込まないでね。一つ10円なんて値段で売る人誰もいないから。ああ、やっぱり普段貧乏で仕方なく働いている人にはビジネスってわからないんですかね。中国とかで輸入すれば一つ数円でアクセサリーが仕入れられるのに。じゃあそっちでやればいいでしょ。そんなこともわからないの。水木さんって意地悪。共働きの人って余裕がなくて嫌ですね。やっぱり私にはしおりさんみたいな専業主婦の人が合うんでしょうね。しおりさん？そう、おしゃれで穏やかな専業主婦、私の憧れなんです。ごめんなさいね、せこせこ働かないといけない貧乏な人にはビジネスの話なんてわかりませんよね。もう話はしませんから。ビジネスチャンスを逃しちゃってかわいそう。は？本当に申し訳ないんだけどさ、ここまで頭がパーだと怒る気もしなくなるよ。小学生の子供が作ったものを10円で売ってくれって頭がおかしいとしか思えないんだけど。知恵さんは専業主婦であることが誇りらしいんだけど、だからといって共働きの人間を下に見るのは違うよね。でも知恵さんの態度はどんどん悪化していってしまったんだ。実は私たちママ友で行く旅行のメンバーだったんだけどさ、旅行当日もトラブルが起こったんだよ。知恵さん、今どこにいるのかな。集合時間から10分過ぎてるよ。今はまだ大丈夫だけど、20分になったらバスは出ちゃうから。あ、共働きの水木さん、おはようございます。やっぱり共働きの貧乏ママが幹事をする旅行なんて気持ち悪い。私は今日行かないので全額返金してくださいね。それは憧れのママさんに言ってね。え？私旅行の幹事じゃないよ。何か文句があってドタキャンするなら幹事に連絡してね。は？え？でも水木さんが旅行のスケジュールとか立ててたでしょ。結構タイトなスケジュールだからね。旅行に慣れてる私がスケジュール管理を任されたってだけ。幹事はしおりさんだよ。は？何言ってるの？水木さんが。あのさ、このママ友旅行のグループラインちゃんと見てる？見てない。しおりさんが話まとめてくれてるじゃん。知恵さんもグループラインに入ってるよね。だって水木さんが幹事なら見なくていいかと思って。というかしおりさんがメンバーなのを今初めて知ったんだけど。いや、なんでそうなるの。まあ人数の多い団体旅行だし、しおりさんはぐいぐい前に出てくるようなタイプじゃないけどさ、幹事は間違いなくしおりさんだよ。だってしおりさんの持ってる別荘を使わせてもらうんだから。もちろん他のママたちも協力してるけどね。え？別荘？ホテルじゃないの？本当に何も見てないんだね。あれ？てかごめん、私が間違ってたわ。は？ああそうだよね、私は何も間違えてない。いやそうじゃなくてさ、知恵さんは旅行のメンバーから外れてるじゃん。期日までに支払いがなかったからキャンセル扱いになってるって。じゃあ全員集合してるじゃん。なんだ、ごめんね。はあ？私キャンセルなんてしてないし。いや、期日までに支払いがなかったらその時点でキャンセル、ちゃんと知らされてるはずだよね。そもそも来る気なかったんでしょ。待って、しおりさんが幹事だったなんて知らなかったの。しおりさんが幹事なら行きたい。いや無理だよ、もうバスは出発するし、何より知恵さんはキャンセル扱いになってるからさ。でも別荘なら別にいいでしょ。他にもレストランとか予約してるところ結構あるし、まあ今回は諦めるんだね。待って。いや、なんていうかもう、パーとしか言えないよ。だいたいなんで共働きイコール貧乏って考えになるんだろう。普通に考えて共働きの方が世帯年収は稼ぎやすいと思うんだけど、さっぱりわからないよ。ちなみに知恵さんはというと、幹事のしおりさんに泣きついたみたいだね。しおりと知恵のラインね。水木さん本当にひどいと思いませんか。私水木さんに騙されてたんですよ。きっと優雅な専業主婦をしている私たちに嫉妬してるんですね。あの人は貧乏だから共働きをしているわけだし、私しおりさんが幹事だって知ってたら絶対に参加してたのに。これも全部水木さんが悪いんですよ。あのね知恵さん、いい加減にしたらどうですか。え？そういう人のせいにするのやめませんか。今回のことはどう考えても知恵さんが悪いですよね。水木さん何も悪いことしていませんよ。知恵さんのことを騙してもいないですよね。そんな、しおりさんが気にかけるような人じゃないんです。あの人、兼業主婦なんですよ。
しおりさんみたいな裕福な専業主婦は離れた方がいいです。じゃあ私もちえさんとは関わりませんね。だってうちも共働きですから。いやだ、何言ってるんですか。しおりさんいつも家にいるじゃないですか。在宅ワークですからね。私何年も前からずっと家で働いているんです。週に1回くらいは出勤もしてますよ。え、嘘ですよね。しおりさんは私の憧れの専業主婦で。そういうのやめてもらえませんか。不愉快です。Jさんみたいな人に憧れとか言われても迷惑なの。なんでしおりさん料理とかも上手だし、いつも綺麗で髪の毛とかも巻いてるし。それと共働きと何か関係があるんですか。あと私メイクは毎日3分くらいですよ。髪の毛も巻いてるんじゃなくて、適当にお団子にすると癖がつくんです。コテとか全然使ってないですよ。そんな暇ないし。嘘、絶対に嘘。だってしおりさんは優雅な専業主婦で。別に専業主婦だから優雅ってわけでもないでしょう。子育てとか介護をしている人なら本当に忙しいし、それに専業主婦も大変ですよね。家事とか料理も高い水準を求められそうだし、私には向いてないですよ。でもしおりさんはいい家に住んでて。いい家に住めているのは共働きのおかげですよ。あとそれぞれの親が頭金の一部を援助してくれたからです。そんな。勝手に私の生活内容を決めつけるのはやめてください。不愉快です。それに私たちは今旅行中で楽しい時間を過ごしているんですよ。少しは気を使って連絡を控えてください。ごめんなさい。あれって思ったんだよね。だってしおりさんのところって共働きだし、結構仕事に関する話とかもいろいろしてるのに、多分ちえさんはしおりさんの気に入るところしか目に入れないようにしてたのかもしれないね。数日後。みずきさんこんにちは。しおりさんこんにちは。今ちょっと時間ある？休憩中だから大丈夫だよ。そっか。あのね、うちにちえさんと旦那さんが謝罪に来たの。しおりさんのところにも行ったんだ。ってことはみずきさんのところにも。うん、来たけど帰ってもらったよ。旦那さんにはうまくごまかしてたみたいだから、ちゃんと今回のことを伝えてね。私もなんかちえさんのちょっとしたミスでみんなからはぶられちゃったみたいな話だったから、そうじゃなくて共働きのママさんを見下して嫌味を言ったり嫌がらせをしてたんですよって伝えたよ。あ、ちえさんから LINE だ。みずきとちえの LINE。なんで話を合わせてくれないのよ。夫がもう恥ずかしいし子供がかわいそうだから、この辺りでは暮らせない、引っ越しするって。夫が転職することになったらお前も働けって。私そんなの嫌だから。ねえ、返信しなさいよ。知るか。ねえってば。その後、ちえさんはしおりさんからはっきり拒否されてショックだったのかな。結局気まずくなって家族で引っ越していったんだけど、引っ越し先にも今回の騒動を知ってる人がいたみたい。それに相変わらず共働きを叩くような言動をしていたから、最終的に旦那さんに愛想を尽かされてしまってね。離婚して地元に戻っていったらしいんだけど、実家は兄夫婦が同居していて二人とも共働き、かなり肩身が狭い思いをしているらしいよ。正直共働きだろうが専業主婦だろうが別にどうでもいいのにね。それぞれの家庭が決めたことなんだから。そんな私は今育休中だけど、いずれは仕事に戻る予定でいるよ。仕事好きだし、今は目の前のことに一生懸命取り組まないとね。でもとりあえず5分だけ仮眠しよう。にゃにゃまる、一緒に寝る？最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録・高評価をお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。